はい、じゃあ本日も始めさせていただきます。よろしくお願いします。LSM ライブ、本日はですね、泣き人村の方から、井上亮さん、よろしくお願いします。ちょうど今、まあ、いつもなんですけども、 LSM ラジオを終えてですね、はい、その足でこちらの方、やんばる酒場森さんの方に、お邪魔してるんですけども、ですね、実は沖縄の方じゃないっていう人が、ね、大阪出身なんですよね、はい、でそこで、まあ、いろいろありまして、はい、だけ人の方に移住して、はい、そこで、まあ、いろんな授業をされているということで、はい、もう沖縄居酒屋チュラ姫と、はい、泣き人一般のそば、はい、あと泣き人、ちょうどこちら映ってるこれ泣き人村のフリーペーパー、これも作られてですね、もう、地域に、そうですね、あとはやんばるイーツとかですね、まあ、そういったところでいろんなことをされている井上さんです。まあ、単純に今聞きたいんですけども、はい、まあ、ラジオどうでした？楽しかったです。楽しかったです。はい、全く緊張感ない人だなって思ったし、めっちゃ冷たそうで。本当ですか？はい、1ミリも感じない。いつも冷たいですよね。緊張してるか全然感じなかった。面白い。まあ、井上さんのですね、3つのポイントが、散歩よし、近江商人、ディターの飽きない、ラベリングが令和の近江商人というところですね、まあ、この関西出身というところとか、あとは、ご自身が、まあ、活動理念とされているところですね、まあ、散歩よし、ビンビンビンというところから、そういった令和の近江商人というようなお話をさせていただきました。ですね、今回は、LSM ライブですね、いろいろ聞きたいんですけども、やっぱり初の大阪の堺出身の方が来られてますので、はい、ちょっとこの大阪堺市、そこについてちょっと聞きたいなと、はい、せっかくなんで、はい、この堺市の魅力ってどんなところですか、ざっくり。はい、魅力、まあ商人の町ですよね、もともと、はいはい、歴史的に商人の町なので、はい、やっぱなんか美味しいものが多いイメージありますね。なんか、うん、いろいろ。なんか信長ともだいぶ親交深い感じが、そう、確かありますよね。はい、よく飲んでました。あ、そうなんですか。え？よく飲んでました。どういうこと？どういうこと？続きました。すいません、誰も気づいてなかったです。全然関西っぽくないもん。ぶち込み方が。そうですよね、関西弁出ないですよね。そうですね、あんまり、ね、僕は言われますけど、関西弁、うん、出ないですね、僕は。え、消してるんですか？いや、あん、まあ、友達と喋ったりすると、そうなんです、地元の人と喋ると戻るんですか？戻る。関西弁の敬語ってあんまないですよ、うん、へー。この堺の地名はですね、はいはい、まあ、由来といいますか、まあ、平安時代ぐらいから練られ始めたみたいにですね、まあ、その後も摂津国、河内国、和泉国の堺に発展したというところが、まあ、由来とされています。で、ここむっちゃ聞きたかったのが、もうお祭り、はいはいはい、これちょっと聞きたくて、はい、この、まあ、堺刃物祭りってあるんですか？はい、あまりあります、どんな感じなんですか、刃物祭りって。みんなでこう、こう刃物を使って。危ない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 、そういうわけじゃない。要は堺って包丁の、はい、包丁有名なんですよ。あ、確かに。爪切りとか、爪切りもあって、要は、刃物屋さんがバーって並んでる通りがあったりとか、包丁すごい有名で、はいはいはい、どんな祭りするんですか？なんかこれ奉納したりするんですか、包丁自体。あ、そうですね、全く行った記憶がなくて、ないんですよ。意外とないんですよ。近すぎて、近すぎて。あ、じゃあこれはどうですか、布団太鼓。布団太鼓はですね、はい、知ってるんだ、はい、これは分かります。これはおみこしがあるじゃないですか、はいはい、おみこしの上にこういう布団、まあ、まさに布団が30ぐらいにこう巻かれてて、はい、みこしでみんな担いでるんですけど、はい、上にこう櫓があって布団が巻かれて、その上に人が乗って、はい、この人たちがこう煽りながら、結構この人が落ちたりとかして、危ない。布団でカバーしないんです。
そうなんですよ、上にしか布団ないんで、このまま、ワンクッションで落ちちゃうと思うんですけど、やばい、下に布団ない。ここはね、祭り多いですね、そうですね、吉和田も。じゃあこれ、境祭りって何ですか？境祭りは、はい、ですね、パレード、パレードパレード、はい、はい、パレードで、はい、結構、まあ、商店街とかで、いや、なんか大通りがあるんですよ、はい、メインストリートで、はい、そこを、あの、まあいろんな学校が出し物とか、本当に普通の、どっかの、団体とか会人が、はいはい、そうですね、あの出し物をしたりとか、僕の行ってた小学校は、はい、あの一輪車が有名で、はい、一輪車で海外にその呼ばれたりするような、一輪車競技ってことですか？一輪車パフォーマンス、パフォーマンス、はい、もう初めて聞いたね、一輪車多分次のお祭りが一番有名じゃないですか、だんじり祭り。そうですね、だんじり、はい、死人が出るっていうね、うん、これあれですか、この石津町っていうんですか、はいはい、石津神社、はい、その辺でやってるってことですか？あ、そうだね、そうですね、僕の住んでた地域はどっちかというと布団大工、布団大工、布団大工派、布団寄りなんですか？布団寄りですね。へえ、もうさっき本当にちょっと最初の刃物、堺刃物祭りの方で少し話が出てたんですが、はい、うん、伝統産業というのももちろんありまして、はい、この堺の刃物、まあ、いわゆる包丁ですよね、もともとシェアが日本の9割超えていたということで、1割未満が一般の包丁だったらしいんですが、現在もいろんなこのものが、たくさん出てきた中で、この錆びないステンレスの安価なものが出てきて、はい、どんどんシェアが変わってきているというところで、逆にまあプロに使われている包丁という、そういうイメージらしい、うん、この有名なシェフとか、まあ、テレビショッピングとかでもありましたね、今回の包丁っていうのはね、あとこれ知らなかったですけど、線香が有名だっていう、そうなんですね、はい、これあれらしいです、戦前まで3割以上を堺で作ってらしいです。堺すごい、すごいっすね、やっぱ商人の街っていう、そうなんですね、自転車とか、はい、あと鯉折り、鯉のぼり、鯉のぼりですよ、鯉のぼり、はい、浴衣、ざらし浴衣、和ざらし浴衣、昆布、あ、昆布有名ですね、あ、そうなんですね、昆布とか堺昆布、はい、あと和菓子の岸餅っていうのが、はい、あ、これですね、はい、あの、岸っていう実があるんですけど、はい、それがお餅の周りにバーッとついてて、はい、あの一見ごまみたいなごまよりももっとちっちゃい、めっちゃ美味しい、あれじゃないですか、消しの実って言ったら、はい、あの麻薬、あ、そうそうそう、それの消しだっけ、をまぶしてる、そうです、大丈夫ですか？全然大丈夫です、あの、そう、中毒ではないので、くるみ餅、くるみ餅、これも あくまで和菓子なんですか？和菓子、和菓子美味しい、こう消し餅食べてる、関西で和菓子ってイメージがないので、あ、そうなんですよ、へぇ、美味しいですよ、ね、うん、和菓子、ほんと普通のちっちゃい和菓子屋さんでも、はいはい、よくなんか親が作ってたりして家にあったんですけど、うん、普通に美味しかった。和菓子を日常的に食うんですか？食べますね、はい、へぇ、沖縄来て和菓子見ないなって思わないですか？思います、要は行事ごと、そうですね、お盆の時とか、そんな時だけですね、はいはい、必ず食べないです、食べないですね、なんかやっぱり食べる用で作ってないです備える用で、あ、そうですね、もう見栄えらしい、めっちゃ綺麗ですよ、あの、砂糖でゴリゴリ固めたやつ、沖縄の場合ですよ、ね、ゴリゴリ固めたやつドンと置いてる、うん、あ、砂糖食うからあれやるから、あ、そうそこで、はい、これ地酒も有名なんですよ、ね、ああ、金水とぎく、あ、読み方当たってるか分かんないんですけど、はい、菊仙、こういったものが、まあ、老舗銘柄ということで、むちゃくちゃ有名だよっていうのは、逆に仕入れてもいいかもしれないですね、そうですね、ちょっとやっぱりなんか23までしかいなかったので、はい、大阪に、はい、なんかまだまだ知らないことがある、泣き陣とつなげて面白いかもしれない、そうです、ね、これだけもう伝統産業だと面白いですよね、だってあと鉄砲やっぱり沖縄中、はい、その辺信長とゆかりが、フランシスコ・ザビエルが来た、はい、あの港があって、はい、まあ、今埋め立てられてて、そこは公園になるんですけど、ザビエル公園っていうのがあるんで
ザビエル公園なの？行ってみた。どんなもん、どんな感じの公園なんですか？でも普通の、あの要は広いグラウンドがあって、はい、あとは遊具があって、普通の公園なんですけど、はい、ザビエルが降り立った。そう、ザ、そうです。来たっていう、なんかそういう、まさか結構歴史的に千利休みたいな。予算アップとかで、あ、そうなんですね。こう歴史のある町なんで、沖縄に来る人、大体僕も大阪なんで、沖縄に大阪出身で、どこ、ど大阪出身でこう会うじゃないですか、はい、どこから来ましたって言ったら、はい、堺って人多いですよ。本当に多い、本当に多い。堺。でも、今日読まなかったんですけど、はい、やっぱりちょっと読んだかな、この堺の商人、ね、近江商人自体が、はいはい、もう当時からこの中世の時から、はい、本当に、ま、この地元だけじゃなくていろんなところ飛び回ってたっていうところが今の現代も一緒なんだろう、商人気質なのかもしれないですね。なんかあるのかな、面白いですね、そういうの。多分交流のなんかハブみたいになってるかもしれないですね、この場所自体が。で、行きやすいというか、いろんなところも、はい、今は関空も近いですね。はい、そうですね。なおさらですね。でですね、はい、そんな井上さんなんですか、まあ、いろいろ大阪、堺市の話を聞かせていただいたんですが、はい、このウィンウィンウィンとかですね、本当にこの人、利他的なところっていうところで、まあ、そういったことをいろいろ伺っていたらですね、多くの、まあ、これまで LSM のゲストさんもそうだったんですけど、出身校、うんうん、出身校がですね、どちらでしたっけ？仙北高校。仙北、大阪府立仙北高校、はいはい、これ仙北高校ってどんな特徴があるんですか？どんな特徴？例えば分かりやすいと部活の何が強い子が、バスケ強かったかな。バスケが、僕はちょっと帰宅部なんですよね。帰宅専門だったの。帰宅しましょう。ちゃんと帰宅しました。まっすぐ帰宅しました。そんな、ただその井上さんですよ、この学校の専門高校の基本方針、はい、これがやっぱり現在の、はい、この井上さんの考える思想理念とちょっと、リンクしてくるなというところで、基本方針がですね、はい、それぞれの立場を尊重して思いやりの心を持ち、まあ、明るい学校であることとかですね、はい、あとはですね、特に集団の中に埋没しがちな生徒の一人一人に愛情を持って一人一人を大切にするとか、こんなこと書く学校あるんだと思いましたよ。教育目標が誠実で明るく健康で知性豊かな、まあ、人格をっていうのが、本当に人一人一人にすごい特化したような、うんうん、まあ、ちゃんと見てこうってしてる学校なんだなと思って。みんな同じこと言ってる。ちなみにこの堺っていう場所っていうのは、はい、岸和でもそうですけど、うん、僕らからしたら、はい、奥多摩好きなんですけど、はい、怖いっていう。ああ、やんちゃな。そうそう、やんちゃな場所、やんちゃなところもあるんですけど、はい、僕が行ってたとこは結構進学校っていう場所の、はいはい、なんか優等生。あ、じゃあそれが学校の特徴ってことで、進学校だったって。ああ、そうです。いわば、うん、ただまあ、大体午後から行くんですね。午後シフト、午後支度部、午後シフトの、早上がりで。ほぼいないって。でも、ちゃんと行ってましたよ。学校、楽しかった。すごい怖いよね。まあ、そんな、この進学校選んだ理由って何なんですか？僕もやっぱ人なんですけど、選ぶ基準で。はい、その時に、昔、まあ、小学校の剣道、剣道の先輩、大好きな先輩がいて、はい、男性ですよ、はい、尊敬する先輩がいて、その先輩がここの高校だったんですよ。そこを追いかけて、追いかけてとか、そこを目標に頑張ったんですよ。だから自分の、学力ではちょっと全然足りないぐらいハードル高い学校だったんですけど、なんかその先輩と一緒にもう一度剣道をしたいっていう思いで行って、入って、まあ、すぐ剣道やめたんですよ。剣道部もや強かったんですか？あ、うん、結構強かったんです、はい、そうだったんですね。じゃあそんな高校時代、さっきちょっとちらって出たんですけど、はい、どんな学生だったんですか？ですね、まあ、高校の時、はい、実はそのバンドもやっていて、へ、
なので、学校でやってなかったので、はい、あの体育ってか、はい、それを回ってきた。なるほどですね。そう、あとはその、バイトもしてたんですけど、まあ、それは音楽、僕その時は音楽もしてて、もう亡くなりになったんですけど、あの川島英吾さんはい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 はの渋っ英吾さんのお店で僕は働いてた。英語さんに音楽を少し教わりながら鳴らさせてもらって、じゃあシンガーソングライターを目指してたの？そうです、その時はバンドもやって、で、まあ、自分でこう曲を作ったりとか、じゃあギターとか？ギターはそうですね、はい、フォークでもなくロックもどっちかというとそうですね、まあ、ポップスっていうポップスよりね、はい、でも確かに、さっきあのこの、フェイバリットソング、はい、ちょっとこう川島英子さん寄ってくるなって思って聞いてましたね。あのエレカシの宮本さんも、はい、やっぱりちょっと、うん、完全にそこではないですけど、フォークではないですけど、ポップスの中でも少しちょっと緩やかな、バラのチェックの方が強いので、その辺のリズムがあるんですかね。そうですね、結構そっち系が好きですね。落ち着いた曲というか、なんかこうグッとくるような熱い曲が、そんな井上さんが好きなものが、はい、まあ、ゴルフだと。あ、そうですね。今年から始めた。今年からやったんです。はいはい、どれくらいで行ってんすか。え、もうまあ練習レンジとかではちょこ、はい、週何日か。はい、まだコースにロングコースは2回です。まだ全然です。あ、ロングもすぐ行けたんです。ロングはそうですね、ショートを何回か行って、そこからロング。すごい。剣道やったから、あれですかね、はい、棒の使いを思い出す。いや、全然です。そうですか。剣道慣れますか。これ好きなポイントなんですか、ゴルフの。これハマったきっかけといいますか。もっとこう、みんなでこう、回るの楽しいです。わちゃわちゃしながら。なんか終わった後にまたこう打ち上げみたいな、はいはい、そこも込みで、そうですね、ゴルフだけではなくて、そうですね、みんな上手い人と行くんですか。あの下手、そうですね、なんかコンペに混ぜてもらって、そう、上手い人はすごい、やっぱ沖縄ってレベル高いみたいで、やっぱりすごい、めちゃくちゃ上手い人もいるし、まあ僕がまだ入ってもなんとか一緒にやってくれるメンバーもいるので。じゃあそれなんかこう、またあれですね、じゃあこのゴルフも、はい、じゃあ知り合いの方きっかけで始まった感じなんですか。そうです、そうです。面白い。またですね、はい、いろんなまた資格もお持ちで、これ潜水士持ってるということで、はい、これですか。これ取るきっかけ何だったんですか。それは完全に騙されます。潜りたかったです。騙されたんです。これもう本当にあのマリン関係の、まあ、僕もサップっていってあのスタンダードパドルボードです、はいはい、あのスクールとか、はいはい、インストラクターやってたんですけど、はい、でその時にあの、まあ、マリン関係の知り合いから、はい、あの絶対潜水士君だったって、絶対そうみたいな、でも先輩なんで分かりましたってみんなで撮ってこうって行ったらこう2人だったんです。あれおかしいなみたいな。しかもこれ潜水士って別にも実技がないので筆記とテストだけなんですね。とりあえず取ったんですけど、一日で取るんですか。いや、まあ、これ僕は講習を受けて、テストは一日なんですけど、はい、講習含め多分4日ぐらいだったんです。久々に勉強しました。大変ですね。まあ、もうこの潜水士、まあ、知らない方もいると思うので、はい、潜水士というのはですね、潜水用具を装着して、まあ、海とかですね、まあ泉とか、まあ、沼とか、いろんな水の中に入っていって、まあ、作業するという人の職業名ですね。だから潜水服とも言うそうです。あのただこの肺の、自分もともと土木で潜水士の方とも関わったことあるんですけど、あのこの方が日本の潜水士のトップの人だったんです。確かですけど名前ちょっともう10年以上前なんでちょっとうろ覚えですけど、確か高橋さんという方だったんですけど、もう本当にやっぱり、職業病って言ってましたね。海の中に入るのでやっぱりこの圧がかかって、なんて言うんだったら名前がありますよね。調べてください。潜水士、はい、窒素が溜まっていくっていう、もう本当に肺がやられていくんですよ。
削られていくっていうか、こう職業病なんですけど、だから毎年毎年潜水士の人はこう、肺を調べる、なんだろう、健康診断の中でこれが入ってるちゃんとで問題ないっていうのをちょっと確認してやっていくっていう、これ見た時にえマジでと思うんで、うん、潜水士と思ったんですけど、ただ騙されたと、はい、大丈夫です、一体もないです、潜ったことはない、さっきちょっとチラッと言ったんですけど、はい、まあサップですね、はい、そこのまあベーシックインストラクターを持ち出すところで、はい、まあ、これ取るきっかけ沖縄に来て取った、はい、いや、これは泣き陣に来てから最初にやった仕事がそのサップのインストラクター、あ、じゃあ泣き陣に移住してからの話、そうです、へえ、そこでその同じ同業者のサップを、はい、の事業をやってる人たちと組合みたいなのを作って、はい、でそこでこういう資格があるよと、僕も全然こうボードの長さ聞かれても全然わからないので、そっからそうです、そっからいろいろ教えていただいて、泣き陣に住むのが最初だったのか、サップやりたかったのか、最初だったのか、全然泣き陣に、住むのが先ですよ、住んで仕事何しようみたいな感じで、すごいな、そこからそのまあ、こういう授業があるからっていう、いやー夢がありますね皆さん、そう、人をつってでですか、まあまあそう知り合いからみたいな、なんかタウンページじゃなくてなんか情報誌、ああいうのに載ってないですよね、そうですね、なんかもうそのやその中南部に住んでる時はもう勤めてたんですけど、うん、それをやらないで何か生きていくっていうのがテーマだったんで、すごいぼんやりのまま来たっていう、結構大阪から沖縄来る時もぼんやりです、でもこの辺本当にあれですね、近江商人イズム絶対あるんじゃないですか、いやどうにかなるっしょみたいな、そうですね、とりあえず行ってみようみたいな、はい、もともとこの何でしたっけ、先ほど話してたラジオの中でもこのポジティブマインドっていうところが多分つながってくるなとかですね、まあこのサップなんですけども、まあ資格ですね、ベーシックインストラクターとあとアドバンスドインストラクターという、まあ2つあるっていうところですね、あとこのインストラクター、まあサップについて、はい、スタンドアップパドルボードっていうもの、ウォータースポーツの一つですね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、サーフボードの上に立って1本のパドル、こげですね、はい、パドルで、まあ、左右を交互に漕いで、うん、海中の水面を進むっていうものですね、あと頭文字を取って、まあ、サップだっていう、スタンドアップパドルですよね、なんかこれちょっとハワイ語での読み方が全然わからなくてですね、全然ホエヒエナルわかんないですけど、合ってるかわかんないですけど、はい、ハワイではまた別の読み方があって、ハワイ発祥なんですよね、あ、結局そこなんですね、はい、あ、まあ、ハワイの人って遊び心があって、まあ、サーフィンでも、うん、最初ボードなんかやって遊んでて、でなんか大きいのもいいんじゃねーとか言ったら、2人で乗れるよねとか、犬と乗れるよねって言って、タンデムサーフィンが生まれたり、多分最初ボードの上に立ってこうやって漕いで、多分あれですよね、絶対波ないときどうするから始まってますよ、多分、まあまあそうですねなんかやれることあるんじゃねみたいな、カヌーとかもアウトリガーカヌー、みんなで乗って波に乗ったりとか、そういういろんな遊びを考えるのが向こうの人はすごい、なんだろう、柔軟っすね、そうですね、そんなこのサップの魅力ってどんなもんなんですか、サップはまあまあ、ボールの大きさにもよるんですけど、はい、やっぱりこういう、なんかサーフィンと違って、全然こう、初心者でも、その日にも立てたりとか、波が特にない時もあるんですけど、うん、波がないのも遊べるし、うん、で例えばちっちゃいお子さんとだったら、一緒にこう、ボールに乗って、うん、で、ちっちゃい子にも体験させるとか、うん、なんか幅広い人に楽しんでいただける。なるほど、いやいや、もう本当にとっつきやすいというか、そうですね、感じなんです、うん、サーフィンだとちょっとやっぱり沖まで行かないといけなかったり、うん、そういうのあったりするけど、もうすぐそこでやれたりするからいいよね、はい、そうなんですね、本当に波がなくて風がない時が一番ベスト、次まだ資格持ってるんですよ、はい、次のやつがまさにあれですかね、これも泣き陣につながりなんです、
これもそうですね、マリン関係。これ何と読むんですか？ JRCA で、そのですか、はいはい、もう JRCA 公認指導員ってことで、これはカヌンの、そうですね、インストラクターの資格、シーカヤックですね、シーカヤック海で、はい、指導員の、まあ、資格があるということで、そうですね、これ もう仕事きっかけで、そうですね、これはあの修学旅行生を、はいはい、受け入れて、はい、マリン体験してくるときに、はい、あの必要な資格なので、こっちの方はまあ取った方がいいよっていうのはすごい仕組み、はい、確かに全然仕組みは僕でも同じ先輩がいた、僕らの3つの仕組み、でもね、これ資格ってやっぱ大事だなと思うのが、はい、そのやっぱ講習とかそれ受けたときに、うん、その今まで知らなかった知識とか、うん、あと恐怖を味わうんですよ、うん、この海って本当にこういうことが、はいはい、こういう事故があるんですよ、うん、なんかやっぱりどっかで海って恐怖感って持ってないと危なくて、うん、なんかやっぱ大きな事故につながっちゃうので、うん、まあ、カヤックもそうだし、潜水士もそうだし、うん、シュノーケルでも息吸ったまま潜ったら危ないです、息吸ったまま上がったら危ないです、要は肺が、あ、水圧が入って、はい、そう、上がるときにやっぱ膨張するんで、うん、それで肺痛めたりするんで、シュノーケルの時も潜ったら最後は息吐きながら上がってくる、うん、そういうのをなんか知識を得られるって、なるほど、資格ってすごい大事ですね、これ、うん、この資格は海だけですか、海、はい、川もあります、そうですね、これは市、こっちに、指導員で、はい、川と海と、あ、こんな感じなので、モッケーですね。ハーモーって。うん。また別、全く違う競技。へえ。だからこの指導員の上もあって、それがもう検定指導員、多分指導員を、はいはい、これ、うん、育てる側ですよね。そうですね。へえ。で、まあこのカヌーっていうのはですね、このカリブに先住したアラワク族インディアンの言葉らしいです。そのカリブのカリブ海の周辺の小型船艇の名称だから、このインディアンの人たちが乗ってたもんね、カヌーが、カヌーで、まあ、地域によってカヌーとかカノアとかカノ、ワカ、ワ、バカとかいろんな呼び方があるそうです、ね、原型ないですね、本当ですね、僕カヌーって海に、例えば僕がカヌー買って、はい、行ってもいいんですか？大丈夫ですよ、あの基本的には、海って基本で誰のものでもないので、うん、ただやっぱりあの下ろす場所っていうのはやっぱり、はい、あのそこの例えば、漁協のスロープだったりしたりするので、 あと浜の入り口が建物があったり、はい、敷地があると、そこは他の人の敷地だったりするので、そこはちょっと確認してからやってみます。この普通の私有地かどうかってことですね、そうですね、あのみんなが遊ぶ海水浴場とかだったら大丈夫、海水浴場も多分、ルールがあるので、そこはちょっと確認した方がいいかもしれないですね、いろんなルールがあるんですね、こっちはやっぱり聞いた方がいいし、あとは潮がすごい流れが入るとかだったら、はい、要は流されちゃったりするので、そういうのを地元の人に聞いたりとか、勉強になります。だいぶ前振りだったんですけど、はい、井上さんがですね、あのこの堺の町から沖縄に来て、はい、泣き陣に来て、いろんなマリンしながら、いろんな資格取りながら、じゃあこの人今マリンしてるのねって、多分もしかしたら見てる方は思ってるかもしれないですけど、そんなことないんですよ、それはもうやってた話で、まあ、現在はですね、もう、泣き陣村の方で、沖縄居酒屋チュア姫とかですね、あとは、通販やキッチンカー販売を展開する泣き陣うっぱまそばとかですね、あとは弁当テイクアウトの配達代行も、まあ、今後見据えたサービス、ヤンバルイーツとか、あとは泣き陣村への恩返しのために始めた広告事業、泣き陣クリーンペーパーなどですね、まあ、いろんなことをされてるんですけども、あのこのクリーンペーパーを作るきっかけって何だったんですか？クリーンペーパーは、まあ、僕の友人から提案してもらって、はい、まあ、なかなかこう観光雑誌とか情報誌とか結構あるんですけど、はい、なんか地元の情報誌ってあまりなくて、集約された、そうですね、うん、なんか地元の人が読んでも面白いものを作りたいなっていうのがあって、それで今回作ったのと、やっぱこの、まあ、
コロナ禍になってやっぱみんなやっぱ大変なので、うん、あのやっぱ地元を盛り上げていけるようなんか媒体があればいいなっていう、それで作りました。ちなみにもうご自身でお金を出して、はい、そうですね、あの何ですか、最初1000でプラス2000で合計3000です、ね、うん、これいろんなじゃあお店に置いてもらって、そうですね、あと各公民館も、あの役場を通して各公民館と、うん、あと郵便局とか、うん、あとコンビニとか、うん、道の駅とかいろんなところに置いてもらってます。これは毎月発行されるんですか？いや、これは年2回ぐらい、年2回ぐらい、次は今年の秋、秋ぐらい、はい、うん、本当にあのネットでもですね、実際、はい、この泣き島フリーペーパーで検索していただいてですね、あの、ネットでも見ることができますので、うん、あのぜひあの沖縄の方にですね、特に泣き島北部の方に遊びに来られる方は、食事とかですね、うん、そういった、まあ、泊まるところとかも含めてですね、ぜひこう見ていただいて、うん、チェックしていただければなと。あとですね、今回特集しているのが、うん、沖縄の、出身のですね、プロ野球選手で、もともと読売巨人軍にドラフトで入ってですね、うん、その後あのベイスターズの方に、はい、トレードされたんですけども、今活躍されている平健太郎さん、はい、平健太郎投手ですね、はい、平さんを、まあ、特集していたりするので、うん、すごい見応えがあるのかな、沖縄出身なんですよね、はい、あの高校生、小中とか多分優勝してたと思うので、あ、はい、うん、有名人ですよ、北山高校、そうそうそう、で、これのこのペーパーをその、平さんのおじいちゃんが最近、はいはい、あの乗ってるよって、こうおじいちゃんにこの知り合いを紹介してくれて、はい、すごい喜んでくれて、嬉しいですね、なんか良かったなと思って、で Zoom で取材させてもらったんですけど、すごい好青年で、いろいろと気さくに応えてくれて、地元のヒーローですしね、うん、本当にすごい、はい、ぜひぜひ見ていただければなと思います、はいはい、というところで、この沖縄の美ら姫、はい、居酒屋美ら姫をまたちょっといろいろ聞きたいんですけども、はい、まあ、先ほどラジオの中でもですね、まあ、人のつながりで、いろいろこの自分が、お店を、まず一緒に手伝いながら、現在に至るというお話だったんですけども、はい、この美ら姫に、うん、対する何かこの思いってあるんですか？いろいろ今まで苦楽があったと思うんですけど、はい、そうですね、まあ、本当にうちが経営し始めたのが去年の1月だって、はい、で、もうなんかやる気満々で、うん、おっしゃー行くぞーみたいな感じでいきなりコロナ来ちゃって、うわ、はい、そんなタイミングだったんですか？そうです、そうです、もう本当にやり始めてすぐだったんで、あれみたいな、うん、なんかそんな、なんかやっぱりでもそれがあってなんかいろんな例えば弁当配達やることになったり、うん、でテイクアウトも、うん、まあ、それまでやってなかったものをやることになったり、うん、なんか結局、まあ、コロナだからこうなんだよねとかじゃなくて、コロナがあったからこういう今があるんだよって、うん、なんかそっちの方に変換しながら頑張ってるっていうのがありますね。うまくこう社会の変化に適応しながら、うんうんうん、戦い方を変えてという、そうですね、そういう面ではやっぱり承認気質です、うん、まあそうですね、下向いてる、ね、時間はないし、そうですね、確かに、うちの場合も、休業ではなくて、うん、やっぱりできるだけこの、まあ、今だったら弁当の配達やってるんですよね、うん、で僕が配達したりとか、うん、すごいしてるので、まあ、それで毎日のように注文してくれる地元の人なので、うん、だったらやっぱり休むんじゃなくてできるだけそこのニーズに応えられるように、うん、喜んでくれる人がいるんだったらそこをやっていく、思い出ってますね。それを電話したら、はい、そうですね、電話とあと LINE で注文ができるので、はい、それがこれですね、このヤンバルイーツ、そうですね、それがもう、今はうちだけなんですけど、はい、最終的には泣き人の、まあ、あとはヤンバルのいろんなお店の、うん、ものを、配達できるようなものに育てていきたいなと思います。いいですね、はい、素晴らしい、本当にお店自体がもう地産地消にこだわっているのは当たり前なんですけども、うん、本当に地元のプロの料理人さんが、うん、なんだろう、魚の仕入れから、うん、
目利きをちゃんとしながら、うん、美味しい地元の酒と一緒にこう楽しむという、うん、でさらにこの空間もいろいろクラファンで、はい、海外の提灯を飾りながら、うん、竹でその間を席と席を仕切りながらですね、こう雰囲気も作りながら、うん、楽しめる家族から、うん、まあ、カップルも、そういったお店だというところですね、はい、あとですね、このうっぱ泣き陣うっぱまそば、はい、まあ、そこなんですけども、うん、これは実際今この美ら姫でも出してるということで、はい、出してます、どこで行ったら食べれるんですか。今だと、チュラ姫のランチタイムとディナータイム両方、はい、あります。で、この間ゴールデンウィークは開けてたんですけど、はい、本店が目の前が海 で、はい、でそこで、まあ、マリンスポーツとかも楽しめるんですけど、ウッパマビーチっていうのがあって、そこに、今度は、夏、うん、あ、そうですね、夏オープン予定をしてますね、はい、これ、この麺の、はい、特徴ってどんな感じなの。麺は、縮れ麺、ね、縮れ麺ですね、はい、瀬底にある製麺所に、瀬底に、はい、製麺所にお願いして、これもう一番やっぱりなんて言うんだろう、無添加、無添加のスープですね、スープ、まあ、実は、まあ、両親も移住したんですね、沖縄に、はい、2年ぐらいの方から移住しているんですけど、なので、まあ、もう両親もこっちに来たので、いいですね、親戚しかないんですけど、うん、母が基本的にはこのスープです。うわ、そうなんですね、関西テイストで、だから関西人こだわりのカツオだしなんです。そうです、あー、はい、そこなんですね、お母ちゃんこだわり、ランチタイムのお弁当とかも母が、惣菜とかも全部手作り、家族総出で、そうですね、食べたくなってきた、はい、すごいな。やっぱりですね、あとは煮付けも地元の青森をしっかり使いながら、うん、お肉も、なんか沖縄の地元、黒糖、黒糖、はい、泣き人村、黒糖で煮付けをして、一回じゃあ溶かすんですかね。あ、溶かしながら、そうですね、味付けの、段階で、泣き人村の黒糖を隠し味的な感じで、そうですね、あー、なるほどですね、気になるんじゃないですか、行ってください、行ってますね。ただいや、今いけないっすよって人いますよね。大丈夫です、大丈夫です、ちゃんとネットで販売もしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。2食から、1000食以上までいけるそうです。すごい。ちゃんとオーダーに応えるということで、で、麺だけ、そのそばだけじゃなくてですね、これそばはセットになってるんですか。そばセットと、あとお肉は別で、あと麺さらに、はい、お肉になってますので、お肉はお好きな方はお肉だと、ソーキ、ソーキ、それがさっき言った煮付けの、はい、黒糖の、はい、うわ、じゃあこれ買わないと黒糖の煮付けにされたやつって食べれないってことなんですね、はい、そうです、そうです、他行ったら全然注文するしかないと。そうです、ね、うわ、マジですか、注文します。スイッチ入りました。スイッチ入りました。いや、本当に皆さんの全国でも、はい、通販だったらね、どこでも食べれると思いますので、はい、ぜひ一度注文して食べていただいて、はい、ホームページから見れますので、はい、それでぜひ、じゃあそのロケーション込みで食べたいなっていう時はですね、また、まあ、沖縄に来て、実際来てそのロケーション楽しみながら、そうですね、そこ楽しんでいただけたらいいのかなというところですね、はい、というところで、まあ、いろいろ今までラジオと違うお話をいろいろ伺ってきたんですけども、もう今後ですね、ラジオの方でも見せる未来というところでいろいろ聞かさせていただいたんですけども、はい、今後どうしていきたいのかなというところですね、はい、まあ、授業だけじゃなくて、うん、まあ、人生としてというか、そうですね、なんか目標というか何かあるんですか。まあ、やっぱりその動物で、動物とか、あと、まあ、人と、まあ、常にこう関わって生きていきたいなと思っているので、なんか自分ができることはどん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 実現していきたいですし、で、まあ、海外も自分はそのバリ島っていうのがすごい好きで、よく去年コロナ前まで毎年のように行ってたんですけど、あっちの方にもなんかそのきっかけがあれば、そこにこれでそのお店を出したりとか、そういうのもやりたいし、向こうのいいものをなんか自分に届けたいし、なんか、いいな、そういう、
できることは全然ないですね。それ自体が、一応沖縄自体がチャンプル文化というか、もともとこの琉球だけじゃなくて、中国との国交の中でミクスチャーだったと思うので、また現代のそういったいろんな各国とか、いろんな境とか、そういったところをどんどんまたチャンプルしたらいいかもしれないですね、独自の。どうでしょう、そうあの、そうですね、この、やっぱり比嘉さんが推す、この近江商人。面白い、ね、やっぱりこのミックスをこうこれからもこの自然と動物と人、うん、まあお年寄りをこうまとめて、ロケーションがいいですよ、泣き陣っていうものね、あの土地がいいし、そこで絶対叶うんじゃないかな、この人だったらできるんじゃないかなっていうふうに感じました。あのぜひあの見ていただいている方もですね、あのこの、まあ、蕎麦を通販で買っていただくのもそうですし、実際足を運んでいただくのもそうで、それがですね、あのその今井上さんも思っている夢、そこに一歩でも近づいていくことも布石になるので、ぜひあのそういったところでチェックしていただけたらなと思います。はい、でそのところで本日は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。LSN プロジェクトは、いっちゃん、いなさん、またきち、たくま、マエストロあつし、みなっちゃん、またよしだいすけさん、成田ペールワン、みっちーの協賛でお送りいたしました。どうもみなさん、ヤンバル坂モーリーのモーリーです。ヤンバル坂モーリーは名護十字路徒歩1分以内にあるアメリカンレトロな酒場です。オールディーズの BGM とアメリカンな空間は初めてなのになぜか懐かしさを感じられる店内で、おすすめは10時間じっくり丁寧に低温調理した牛タンと店主秘伝の燻製香る自家製ウイスキーで作るハイボールは絶品です。ぜひフラッと遊びに来てくださいね。電話番号は 070-3803-7889 070-3803-7889、 待ってます。LSM レディオは株式会社エナジックインターナショナル、南西食品株式会社、スパイスカレー研究所沖縄ごはんよしひこ、やんばる酒場モーリー、有限会社ゆい設計、味どころかにまつ、大道火災海上保険株式会社の提供でお送りいたしました。